あっちも嬉しいけど、みんなで可愛いとか言ってくれると嬉しいんです。みんなで声そろうとこの会場が一気にいい空気に変わりますんで、皆さんあの最初だまされたと思って、もうね皆さんにお願いします。もう一回やってみますね。可愛い、あ、まだ早いお兄さん、でもいい感じよ、いい感じよ、お兄さん期待してるからね、あの揃えてな、揃えてな。1時間かけて作ってきました、おさるさんです。いいね、今日本当に皆さん盛り上げてます。よし、じゃあこれをね、このようにくくりつけたら、あっという間に木に登るおさるさんの完成です。あんまりな、今日ない結構いっぱいいてくれてるから、あまりやるなと結果になっちゃうから、あとで使います。でもう一個だけね、せっかくなのでもう一個だけ盛り上げるのを協力してください。これ駐車場で借りてきました、これを箱の上に乗せてやってみます。でもう一回だけ皆さんで、あの声揃えて、おおと大きな拍手でご協力お願いします。あ、まだよで、あの、はっきり言ってさっきのカラーコーンに比べるとだいぶ地味です。あの、ですがさっきよりも実はずっと難しい技を続けてやってますんで、あの、そろそろ皆さん全員でそれで何とかもくれてもいいんじゃないかなって。ありがとう。でもちょっと分かりにくい方多かったかもしれません。分かりやすい拍手ポイントを作ります。ほっ、あ、ごめん、今のじゃないです。拍手ポイントはこちら、片手で3つ、よっというような技です。いきます、拍手ポイントこちら。キュートに押して、ダダ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 ダ、そして背中でキャーで、もう自分からハードル上げていっちゃおう。1個ね、足の上に乗せてスタートします。ちょっとね、後ろの皆さん見にくいかもしれません。今よ、つなげてます。足のやつを拾い上げて5個になった時が皆さんの出番です。ほっ、いいでしょ、自然な感じの発声で待ってました。ちょっとだけ高く投げちゃおう。よし、ちょっと危ない危ない。さらに片っぽだけ上から投げます。で、あの、こういうの落とす前に拍手お願いしますよ。
ハンマーを持ってきたのは本当は次の芸が見て欲しかったからです。